こんにちは。今回はマルゼンから発売されている M93RFS スペシャルフォーシーズご紹介したいと思います。 Q3R の FS っていうのはですね、フィックスドスライドっていうことですね。つまり固定スライドのガスガンです。はい。で、スペシャルフォーシーズっていうのは、まあ、特殊、作戦用とかね、特殊目的ということで、こういうね、ライトとかね、サイレンサーね、はい、これがついてるわけです。サイレンサーのおかげで撃つとこもった音がしますね。これ後でね、サイレンサー外した状態と比べてみましょうね。ライトはね、こういうね、あんまりね、高価なものではないですけどもね、こういうライトがついてくるということですね。はい。で、フィクスドスライドですから、まあ、私が買った目的はですね、とにかくよく当たる、ね、射撃、射的、そういった、ね、ものを楽しみたいということで、購入した次第です。家族にもね、評判良かったですね。はい、こんな感じです。で、今日はね、外観のね、ちょっと比較にね、握り心地の比較とかにね、 KSC のね、これはモデルガンの方ですかね自分でよく分かってねっていうね、なんかね、整備途中のものをちょっと引っ張り出しちゃったんですけどもね、いろいろと問題点はあると思いますけど、ちょっとそこはね、ご許しいただいて、マガジン抜いてみたかな。はい、エアガンの方ですね。これをね、ちょっとこの握り心地のところをね、比較するためにね、ちょっと並べてみたいなと思って、まあ、こんな感じになりますかね、並べるとね。はい、なかなか迫力ありますね。同じベレッタでもね、もう Q3R になるとね、流麗さよりもね、3バーストやね、モデルによってはね、フルオートができるということで、もうマシンピストル的なね、雰囲気ありますけれども。はい、では早速パッケージなんかもね、見ていただきましょう。パッケージはね、こういうね、コンパクトなパッケージに入ってきます。はい、マルゼンさんは相対的にあのパッケージコンパクトで、私は好きですね。何より助かります。はい、収納スペースがね、それなりで済みますんでね。はい、もうこれはね、ガス風呂モデルでも一緒ですよね。そのコンパクトなパッケージっていうのはね、フィクスドスライドね、マルゼン Q3FS スペシャルフォースね。はい、まあ、ただ綴り読むとね、複数形になっておりますんで、フォースと最後に S がついていますということですね。ほら、フィクスドスライドって書いてありますでしょ。はい、で、箱の中身はね、非常に効率よくね、銃本体、この裏にね、サイレンサーで、ここに斜めにマガジンが入って、ここにライトかなっていう感じでね、綺麗に収まってました。取扱い説明書を見ていきましょうね。マルゼンさんの取説も、定型というかね、マルゼンさんのスタイルが貫かれています。はい、こういう感じでね、非常に分かりやすいです。情報量多めですね、マルゼンさんのやつはね。他のモデルもそうです。だからね、ポンポンってポイントをね、そのたどるのにはね、不向きかもしれないんですけれども、まあ、じっくり読むというね、根気のある方に関についてはね、読んだだけね、情報量がちゃんと得られるということでね、満足度は高いのかなと思います。はい、で、私が真面目に読んだのはあのホップ調整のところなんですけれども、こんなね、しまい方までしっかりとね、こう書かれているというね、ありがたすぎちゃってっていう感じですね。で、ホップがね、今回素晴らしかったのはね、こう、これあの精密ドライバーのマイナスネジでやれるんですけれども、幅ね、2ミリか3ミリぐらいのものであればね、いけると思うんですけれども、非常にね、調整しやすいです。というのもですね、ホップのミニマム、ホップのマックスがですね、ちゃんとググッググッと抵抗があるんでね、あ、ここでもういっぱいだな、はい、ここでもうマックスだなっていうかね、分かりやすいんですね。そういうことで調整するときに、一旦ミニマムに戻してから何回転みたいなことができるんで、おかげさまでホップのね、調整の再現性っていうのはね、かなり高いと思います。で、案の定弾道をかなりフラットに調整することが今回可能でした。はい、じゃあ基本的なスペックをね、いろいろと探っていく、あ、ごめんなさい、一つ忘れてました。取説補足説明書っていうのが入ってきて、サイレンサーとライトに関してね、こういうふうに書いてきます。サイレンサーのね、この組み立て方が面白いんですよ。ちょっと感動しました、私。はい、
ね、こんなのがついてきます。まあ、最初は重さからですね、なんかすごく重そうに見えるでしょう。ところがですね、樹脂樹脂樹脂でね、全面的にアウターバレルでもこれあれですね、鋳物ですね。それ以外はね、あとマガジンも重いですけれども、こんなごつくてね、実は700しかないんですよ。はい、この辺全部樹脂ですんでね。あ、これは違う、アルミっぽいな。そこ行くとね、 KSC さんのモデルガン、ガスガンはね、もうデフォでね、デフォルトで普通の状態、ノーマルの状態でこう1キロ、 1.1 キロもあると重いぜっていう感じですね。はい、それに比べるとこっちはフルサイズでもフルスペックでもこんなものという。あれ、さっきより増えませんか。これさっき700いくつ、あ、ごめんなさい、なんかついちゃってたんですね。900、どこも触ってないです。あ、え、いいんでしょこれで。あ、そうか、こいつが、じゃあこうしなきゃダメか。あ、ごめんなさい、訂正です。1キロちょっとありますね。はい、そんな感じです。今ね、こうやった時にこいつがね、ここに乗っかっちゃってね、ね、失礼しました失礼しました、例誤情報を与えちゃうところでしたね。こうやってちゃんと何にも乗れないようにすれば、1005ということです。まあ、ただね、非常にね、軽く感じますね。もう樹脂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 ですからね。はい、さてトリガープルですね。気になるトリガーはね、この例によってダブルアクションね、こうやって球弾しながら打つよって音がね、かなりこもった音ですね。でね、コックして打つっていうのもできます。ですからまず最初コックして打った時のね、トリガープルを見てみましょう。これがね、いいんですわ。なかなか 2.41 ね、結構粘りますね。ただね、全体的にはものすごく軽いですよ。軽いのがずっと続く感じです。ん、なんだこれ。あ、ごめんなさい、またもう何をしてしまったんだ。これだ、おかしいと思った、重いっていうのは。なんか今日すいません、ズタズタですね。ちょっと申し訳ありませんね。もう一回測り直します。 0.98 ね、キログラム。先ほどね、オンスになっちゃってましたね。 1.00、 このぐらいです。で、ダブルアクションでもね、1.76 と倍はいかないわけですね。だ、ダブルアクションで見ても最後の方にグッとちょっとね、粘ったところで狙いをつければね、十分に 1.94、 このぐらいですね。十分にね、的からね、外れずに済むと。結構正確に狙えます。サイトピクチャーはちゃんとね、サイレンサーをつけてもね、成立するような感じになっています。ちょっとピントが取れるかなって感じですけどもね、こんな感じでね、邪魔されないです、サイレンサーにね。はい、じゃあ初速を測ってみましょう。初速は結構出そうですね。なんか打っててそんな感じしました。ターゲットのね、へこみ具合っていうかね、あれと、あと最初はね、練習の時にウエスタンアームズのターゲットを使うんですけれども、その時の後ろの金属にね、カキンカキン当たる具合がね、非常に気合が入ってましたんでね、こいつはかなり行くのかななんて気がしてますね。もちろん法定範囲内であることは、信じておりますけれども失礼測ってみないと何とも言えないですよね。じゃあちょっとね、測ってみます。あれ、ギョエー、最後の最後でガスが、大変失礼しました。なんかタイガースと同じぐらい呪われてますね、私ね。ちなみに今温度測りましょう。 25.9 度です。あ、今もうさっきやっちゃったの、やばいな、これ二重装填になっちゃってるのかね。よいしょ、ちょっとうまく測れないですね。ちょっと待ってくださいね。二重装填になっちゃいました。ふえーん。
指がまだうまく効かないっていうのに。あれ、あらら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 、よいしょよいしょ。最近のでも絆創膏はいいんでね、親指おかげさまで絆創膏だけになりましたんでね、これ滑り止めにもなってね、おじいさんにはいいですね。はい、ちょっと測ってみますね。こんな感じですね。 0.6 ジュールですね。70ぐらい出てるから、ウェスタームズのガスブローバック、マグナブローバックよりちょっと強いかなって感じですね。2発目も 0.62 と 70.5 ということで、初速がほんのちょっとありましたね。うまく効かしてきてるのかな。3発目は 70.7 と、こんなところです。はい、ですからもちろん法定範囲内ということになりますね。はい、じゃあね、これだけね、いい条件が揃っている銃ですからね、はい、どのぐらい当たるかね、非常に楽しみなんですね。でやっぱりね、あのそこのところ、あのリボルバーとかね、当たらないというかね、かなりその打っていてね、考えながら考えながらが多かったんでね、家族にもストレスが溜まっているなと思って、まあ、このフィックスドスライド打ってみたんですけれども、結果はやっぱりこの通りです。ご覧いただけますでしょうか。神さん5メートル両手でね、こんなに集めちゃってね、まあ、打ってて楽しいと言ってましたね。私ちょっと下手っぴでしたね。でせがれはギュギュギュッと集めてね、もうもはやね3センチぐらいの円に入ってますね。でもちろん浮かれということですね。はい、で次が、7.5 メートルから両手で打ってみました。全然問題ありませんね。神さんもこの辺に寄っちゃったなって感じですね。せがれも散っちゃったなと。私のこのグリグリっとした集団、先ほどせがれが5メートルで打ったのとほぼ遜色ないね。これ5メートルですね。これ 7.5 メートルです。 7.5 でこんだけいくってのはなかなかないんじゃないでしょうかね。はい、さすが固定スライドとね。で次が片手ですね。片手はもうね、せがれは一発外してしまったもののね、こんだけ真ん中辺に集めてると。私もまあそこそこと、神さんもまあそこそこと、打っててね楽しかったですね。順番はね、神さんが 5種目、私が5種目、せがれが5種目って打つんですけれども、ドキドキハラハラでね、なんかね、神さんなんかもこれ私はいけんじゃねえかぐらいの雰囲気はあったと思うんですけれども、あっさりとねせがれが2ポイント差でね持っていきましたね。で最後左の片手ですね。これもね、私もまあそこそこ集めた気がするんですけれども、やっぱちょっとブレちゃいますね、左だとね。神さんも左手はもう、正直これ4種目目になりますんでね、もう目がしばしばしちゃってね。やっぱこの辺は若さですね。安定してね、持っていきましたね。で、次が、7.5 メートルまで離れてから、右の片手で打ちますと、まあ、私らはこんなもんです。私なんかもう外に外しちゃってね。はい。で、せがれがまあ一応これ取りましたということで、4種目ね、取ったせがれがね、代表して5メートルでの、集団性を確認してくれましたと。で集団性はこちらになりますと。ね。一発はね、自分で、あーって言ってましたんでね、これは外したっていうのを自分で分かったんで、ちょっとこれ、どうしましょうか。これ、例えば見ないであげてとすると、やっぱりこのぐらい集まるんですね、5メートルでね、10発打って。はい。非常に気持ちのいいね。まあ、ただこれでもね、それに匹敵するマグナブローバックのやつも最近ありましたんでね、もうガス風呂もね、ガス風呂ですごい追い上げて追い込んできてるんですけれども、やっぱり固定スライドはね、なんて言うんでしょうか、もともとがね、その精度を出しやすい構造ですよね。はい、ということで集団性は良好でした。平均点はね、この間ウエスタームズの土曜日か何かのね、動画でご紹介した一覧表でね、各銃のね、平均点をまとめてるやつ中でもですね、1、2を争うレベルでした。今回のね、このフィクストスライドもうね、こうなるとね、やっぱりね、固定スライドまた欲しいよねって話になってきちゃうんですよね。困ったことにね。ということでね、まあ実はこんなこと言いながらもうすでに何丁か仕込んじゃってるんですけれどもね。じゃあ、サイレンサーのはず、ライトの外し方とかやりましょうか。ライトはね、これをね、下げるんですね、このレバーを。プニュッと。
でこう出すということです。でサイレンサーね、外す前にね、音ね、覚えておいてくださいね。これがねサイレンサーの音です。ボン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 、どうです、もうああいっさけって感じですね。いきますよ、サイレンサーなしね。ちょっと簡易的につけてみましょうかね。全然音違いますでしょ。うまく拾えてたらいいんですけれどもね。そんな感じでね、サイレンサー完全にね、音消し有効ですね。はい、音のね高さが下がりますね。で、サイレンサーの取り付けは、取り付けのネジの基部がですね、こういうパーツになってましてね、これ合わさってここにネジネジになってるんですけどもね、こういうふうにね。でこの中身がね、このねスリットにね、アウターバレルのスリットに合うようになっています。ここにね、でそこにパチッとこうはめるわけですね。パチッとはめる。でこれもパチッとはめる。ですからこれがはまりさえすればいいんで、もう一個前でもできますよ。でやろうと思えばね、ここでも、あ、もう一個後ろでもできますね。ここでもいいしね、この隙間ができるのがお好みの方はここでもいいし、隙間ができるのが嫌な人はここの根元のところで、さっき私がやったのはそうなんですけど、こういうふうに合わせて、でこのこいつを2つ合わせた状態で、このねサイレンサーの中こんな感じです。結構ガランドですけれどもね、とりあえずね何個かね、そのなんていうのかな、消音材っぽいのがね入っていますね。はい、でスプリングもここに効いてるんで、これで音を、あ、音じゃない、これはスプリングあれですね、サイレンサーの位置決めですね。でこんな感じで締めていくという形になりますね。はい、でこの取り付け具ね、これは樹脂ですね、カラッカラのプラスチックです。はい、ということはもしかしたら KSC 版にもつくのかな、なんかちょっと怪しいな。え、なんで同じようなものに全然つく気がしない。こっち、こっち、お、溝の、あ、このスリットとこれが合わないんですかね。残念ながら KSC の方にはなんかつきそうもないな。あ、もうアウターバレルの曲率は合ってるな。ちょっと KSC の方にはつかないですね、やっぱりね。はい、残念ながら、はい、つきませんでした。もうちょっとこの溝が、あの溝っていうか、あの幅が広ければ入るみたいですね。並べてみましょうか。ちょっと広いのかな、 KSC の方、あ、狭いのかな、 KSC の方がね、な感じですね。一見全く同じように見えるんですけれどもね、残念ながら、はい、これはつきませんでした。で握り心地なんですけれども、うん、やっぱり KSC のに比べると今回のマルゼンのやつの方がちょっと細いですね。はい、それは言えると思います。ですからね、握り心地がいいんですよ。はい、普通のこういう標準的なちゃんとした握り方をして、このマガジンキャッチのところに手が届くぐらいの、私の手でね、 KSC の方も届くには届くんですけども、ほら、もうちょい足りないと。グリップがね少し太い感じですね。見ていただきましょう。ちょっとほら、 KSC がちょっと太いんですよね。はい、ということで握り心地もなかなかいいと。ですから片手でも十分に楽しめるということになりますね。ね、もちろんね、スライドも何も動かないんですけれども、打って楽しめるということに特化した銃ということになります。はい、なかなか楽しかったです。またフィクスドスライドね、ご紹介したいなと思いました。つくづく、はい、最近ちょっとハマっております。ということで、今回はマルゼンから発売されている固定スライドのガスガン M93R ね、 FSなぜかスペシャルフォースイーツですね。はい、ご紹介させていただきました。ではまた。